はい、こんにちは、かおです。今日は島らっきょうとスパムの卵炒めを作ります。これが島らっきょうです。たくさんいただいたんですけど、まあ半分ぐらい使います。で、まあ島らっきょうはこの下処理が結構めんどくさいんですけど、これは綺麗なので割とすぐにできそうです。で、この端っこの、ちょっと見えてないんですけど、根っこのところのギリギリを切り落としていきます。もうギリギリのギリギリをなるべく見落とさないように切ります。で、全部切ったらこの緑のネギみたいなところを切り落とします。これも適当に緑のところを切り落として、で、こんな感じで切ったら、一番表面の薄皮みたいなのを取り外します。こうやって水をかけながらこすると薄皮がむけるので、こんな感じで綺麗にしていきます。これがドロドロの島らっきょうだと結構大変なんですけど、これはきれいめの島らっきょうなのですぐできました。で、この島らっきょうをさらに半分に切っていきます。まあ、火が入りやすいように半分に切ってます。スパム半分、イカの半分を用意して、これも適当なサイズに切ります。大きすぎるとしょっぱいので、まあこれくらいの短冊みたいな形に切ります。フライパンを温めて、もう油は敷かずにそのままスパムを焼いていきます。スパムは本当にどんどん油が出るので、そのまま焼けば大丈夫です。スパムから油が出てきて、こんな感じでこんがりしてきました。まあ、なるべくカリッと焼いた方が美味しいかなと思うので、しっかり焦げ目がつくまで焼いていきます。で、しっかりカリッと焼けたら、さっきの島らっきょうを入れてさらに炒めます。で、この時にスパムから出てきた油を島らっきょうに染み渡らせる感じでさっと炒めます。で、こうやって炒めていくと島らっきょうに油が回って美味しそうになるので、ここで黒胡椒もちょっとかけてみます。で、こんな感じでさっと炒めたら、溶き卵を1個か2個適当に入れます。で、ここからはもうゴムベラで半熟卵になるぐらい炒めていきます。これくらい半熟になったらもう出来上がりです。で、もうあとは余熱でお皿に移してからちょっと火が入るので、これくらいトロトロで OK だと思います。
はい、こんな感じで出来上がりました。カリッとしたスパムとトロトロの卵があって、でネギのあのシャキシャキと香りもあってとっても美味しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画もぜひ見てください。さよなら。